どうしてピンク色っていやらしいの？色っていうのはそもそもいろんな効果があるのよ。それこそブルーだったら集中力を高めるとか、緑色だったら癒し効果があるとか、なんかピンク色にもそういう効果があるっていうだけだと思うんだよね。じゃあ私今いやらしいの着てるの？まあ遠回しに言えばそうね。そうなの。じゃあ萌ちゃん毎日いやらしいの着てる。そうね、萌ちゃんはだいたい私服がピンクだから、うん、そういうの着てるっていうことはもう萌ちゃんはいやらしいってことになるのね。じゃあいやらしい部屋に住んでる。そうね、萌さんの部屋は真っピンクなものが多いからあそこはいやらしいですね。うーん、悪いことじゃないわよ、それが似合うんだもの。似合う？似合ってるわよ、似合ってるよね。みんなピンクの萌さんが大好きよ。いやらしきの似合う。ニヤニヤするんじゃないの。ちょっと嬉しがるんじゃないのよ。まあよかったじゃないの。ピンクが似合うってなかなかそういないんだから。女の子だもん。そうよ、可愛いじゃない。特権だもん、カービィと一緒だもん。そうね、プリンとも一緒ね。一緒だもん。いいじゃない、可愛くて。だからカービィとプリンもいやらしいのかもしれないわね。知らないだけでね、私たちが知らないだけで、もしかしたらそうかもしれないわね。あの二人先生の見解よ。だから全部個人的な見解だから。あの二人いやらしくて、うんうん、実はねそうかもしれないわね。そっか、はい。まあまあまあ、じゃあ授業始めましょうか、そろそろ。はーい。はーい。はい、終了。はーい。こんな感じで。すごい紹介、すごい。すごい紹介できたんじゃないかしら。そうね。ね。そうね、いっぱいできました。いっぱいできたわね。そうね。いやらしかったんだ。そうよ。ピンクって。そうだよ。いつもいやらしい格好をして外を歩いてると思う。急に、急になんか変態みたいな。変質者じゃん、それ。もういや、そんなことない、そんなことないよ。はい。かわいいよ。というわけで。